植木は昨日矢口を最後に捉えていますそして倉田が一番後ろ ちょっと内に差し込むような動きもあったんですがさあ5番の菅野が動いていくしかし4番の小池もペースを上げて昨日と同じように突っ張っていきました逃げる気満々です4番の小池後ろ2番の和田3番手は1番の池野その後ろには3番の内山が続いていきますそして7番の倉田が近畿勢の後ろ現在は5番手そして5番の菅野は後ろから真っ返しを図るんですが足を使った後ちょっと6番の植木とは口が開いてしまっている4コーナーから方面へ帰って小池が果敢に主導権2番の和田が援 5番の菅野はちょっとここで勢い止まって万事休す1番の池野は現在3番で内でかぶっているがさあコースができた後ろからは7番の倉田倉田まくる中段からは池野まくり合戦になりました2番の和田も縦に踏んでいくんですが池野の勢いが勝りました3番の内山続いて4コーナー待ってくる近畿両者の一騎打ち池野先頭でゴールです3番番のの内山にあとは6番の植木